皆さんこんにちはメディアのメディアの時間ですこの番組は現代メディアフォーラムの協力でお送りしますパーソナリティは私フリーアナウンサーの元谷智子コメンテーターは柴山哲也そして本日のゲストは先週に続きダブルファンタジーのメンバーの皆さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします皆さん一斉に喋っていただき嬉しいです <laughs> <laughs> さて今日は 皆さんが一緒にさらったということで、うん、そうですねフリージアダブルファンタジーそして私たちのメディアの番組どんなつながりの話がなるんでしょうか柴山先生まあさっきからんにフリートークでいきましょうか、ね、です、ねうん、皆さんいろんな思いがあるでしょうし、うん、柴山先生もともと花は興味あるんですかももちろんあありますよあるけどもその、まあ、特特ににフリージアとかねそういうなんていうか特定の花に 興味を持ったっ,ったりてことでもまあ春になれば桜の花がね咲いて花見もよくするしですけども今回やっぱりそのフリージャっていうものにね特段の関心を持ってますねやっぱりねそうですね、うん、こういうきっかけをいただいたことによってフリージャってなんか意味がね非常に深いなと思ってるんですね「うん、ダブルファンタジー」っていうねレジョン・レノンの歌の,そのタイトルにしてもね。そうですね、うん、だからそういうもんがどういうふうにこう広がって。 でまあ、日本人の心の中に入って世界中にそういう花のイメージがね広がっていくということがねもしあればどんな風になるの世界が変わるきっかけにもなるのかなと思ったりフリージャでねで花のファンタジーってすごく大事なんだなと今思いますね本当に。うん、花で影響を受けた人、まあ、皆さんそうだと思うんですけどもミニさん 特に花の花にまつわるこんな素敵なことがあったのよっていうのなんかあります？突然ですが、キルトとつなげて、うんうん、あのどんな花でもキルトで作ってみたいなと思ってます。うん、はい。今まで何かされたことあるんですか？ はい今回のあのー、<っ>ダブルファンタジーのからもちょっとデザイン拝借しましてキルト作ってみました。はいすごい多彩なんですねいえいえで。ただ好きなだけで<っ>花言葉というのはなか特にこのフリージャーはないんですか？かすね、色によって違った。うん、色によって。うん、花さん何かご存知ですか、まあ？ちょっと思いつかないけれど。うん ちょっとフリージアの花言葉、うん、ちょっと思いつかないですけど、うん、なんか花色によって違うようなうん言葉色によって花言葉がない中身が違うんですかなんかスーさんが知ってそうないや私花言葉ちょっと意識してませんでした花っていろんな花言葉ありますもんね届けるときにはなんかそれをちょっと なんだろう裏のメッセージとしてとか言って聞いたんですけど私チューリップが好きなんですね赤、うん、いチューリップはなんか情熱というかそういう思いをなんかこう元気な思いを伝える、うん、なんかいいイメージがあるとかって聞いたんですけどうん,うんフリージャーって何なんでしょうねちょっと収録終わったらちょっと調べてみます、うん、<laughs> なぜねジョン・レノンがこれにそんなに強い関心を持ったかね、うん、八重桜のフリージャー んかもしかしたら花そのものは見てない可能性もあるんです。というのはどういうえと出会ったのが6月とされているんですけれども6月はフリージアの花の時期ではないので。 もしかしたら花そのものは見てないかもしれない、まあ、見たかもしれないそれは分からなくて、うんえっと、出会いのあったバミュータ植物園のスタッフの方でもそういうのをきちんと記録しているわけではないので<ー>謎だそうですただ言えるのはあの、ね、ネームプレートが残っていてそのダブル、うん、ファンタジーという言葉そのものにまずインスピレーションを受けたんだろうということは考えられています。うん、花は見見たかかどうか見てほしい かっったななていいううような思いはありますけどあの,のを見てそのイメージでその曲を作ったっていう感じでもなくてなんか、えー、とですね、うん、曲はもう、えーと「ダブルファンタジー」という曲とは別で、まあ、曲はあらかたできていまして、うん、それでアルバムを作ろうということになって「タイトルタイトル」って言った時に「そのダブルファンタジー」っていう名前を見てそれでこれだとインスピレーションを得たそうです。はいなるほどね インさん詳しいですよね。<の><う>人生のほとんどビートルズファンとして過ごしていますね。<laughs> <laughs> いただいた本の中に<ー>インドさんの記事が載ってるんですよね。ジョンレノン。はい。やっぱりこう詳しい方ってなんかこう,うわすっごい調べてるわーっていうのがわかるんですけど、うん、もう何,何年来のジョンレノンファンなんですか。<laughs> ジョン・レノンが一番じゃないんですけど実はジョージ・ハリソンが一番好きなんですけど <laughs>、うん、でも11歳ぐらいの時からずっとビートルズファンなのでうもう37年ービートルズファン。それは年入入ってます、ね、入ってます、ね、入ってまますすね小野陽子は知らないんですかねそういうことについてあんまり語らないんですかこの問題については。 えっと、あまり小野陽子さんとこのことに関してちょっと接点は取れてる状態ではないのとい、うん、あと小野陽子さんはそのバミューダンには同行してないと言われているのであ、うん、じゃあやっぱ知らないんです、ね、おそらく見てないんではないかと、うん、小野陽子さんも、はい、でもし見てるとしたらあの息子のショーン君がまだ5歳だったんですが同行してますので、うん、まあもし見てるとしたらあのショーン君が花を見てますね。 調べたくなる要素ですね。そうですね。謎を秘めてる花ね。だからやっぱファンタジー。こっちから見てもね。ファンタジーですね。チャリダー様音楽を、音楽活動されてるって。あ、はい、趣味で。やってます。な、何かにこうインスパイアされて、曲を作ったりとかするんですか。あ、あの。このファンタジーの。活動ですね。あのブログで皆。あ、まあ、僕もメンバーなんですけど、今ここに集まってる。メンバーが。 やってたブログを当初僕は覗き見してたんですね。うん、メンバーでなく。<laughs> で、その時に。そうです。そうの時。だから見てたんです。<laughs> で、その時に、まあ、みんなこう楽しそうにやってるのが面白そうだなと思って。<ー>それでインスパイアされて、えー、ファンタジーって曲作ったのがあります。それは自己自分で作って、はい。はい、そうです。 皆さんも聞かれました。はい。聞きました。生で聞きました。生で。どうですか。綺麗。な曲ですギターをギターで弾ながら綺麗な澄み切った声で歌ってください。C D にしてちょっと聞かしてほしいですね。じゃあ私たちの番組のエンディングテーマになります。 さんも聞かれたんですか。ね、聞きました。すっごく素敵な曲です。やっぱりこう歌うとうん。いい人たちばかりなんで。そう、ちょっと一度その。送ってくれませんか。そしたら、ここに流します。あ、そうですか。はい、それはいいですね。素敵みたいます。ね、皆さんがいいってうんで。うん、聞きたいです。なんなら、ここにギターをとか言いたいぐらいなんですけど。ギターがないので、すみません。 <laughs> じゃあいつか皆さんで聞けることを放送の前で聞いていらっしゃる方どうぞご期待くださいあんまり来たしなあとすずさんあのこの間お花をいただいたんですけれども何かそういうんだろうお花を習ってるか何かされてるんですかあのフリージザ育てたのは、うん、このブログで初めてなんですよね。うん それまではフリージア育てたことがなかったので、うん、最初の1年目に初めてフリージアがベランダで咲いた時の香りが、うん、ちょっとバラよりもあのいい香りというか、うん、部屋中に香りがバーっと入ってきますね。 あとこうお花をいけるじゃないですけどこう刺したりするのは何かされてたんですかあ、それは高校の時のお茶とお花をやっててそれであんなに綺麗にできるもんなんですかいやいやあれはお花屋さんにお願いしました自分のところのベランダのフリージアをいっぱい摘み取って <laughs>、うん いつものお花屋さんに行ってアレンジしていただスーさんの人柄出てるんでしょうね「お願いします」って言ったら「いいですよ」そうですよ自分の花売れないのにすごいやっぱこのメンバーそういう人柄がなんか集まってるんだなとなんか面白いこう掛け合いというかずっこけじゃないですけどなんかこうずっこけた延長で誰かが拾ってるみたいな何か魅力的な。 それも花さんお話ししてもいいですかはなさんの,その私は初めてお会いして若い綺麗な女性だなと思ってで年齢を伺ったんですね <laughs> そしたらはなさん70歳ですもうびっくりしました私「え本当ですか?」もう私がずっこけそうになるぐらい <laughs> もうやっぱり世の中分からないこと多いんですね予測不可能というかあの人はもう見かけで決められないって本当だなと思って。 いつまでたっても綺麗な人は綺麗なんだなと思いました。いや綺麗ではないんですけれど、あの若い人たちとお付き合いさせていただいてますので、気持ちが若い気持ちが若いんですね。若さをいただいてるただそれだけです。素敵だなと思って私私の夢は元気でこうなんだろう。 幸せをばっと振りまくような人になりたくてそれはいつまでたってもいつい何歳になってもそういう人になりたいなと思って今からこう元気を元気をと思ってるんですけどなんか花さんを見てて素敵やなと思っていや素敵だなんて言われたこと初めてです。<う> <laughs> <laughs> 柴 <laughs> 山先生もねこう学生と一緒にこうなんだろう講義してるとパワーもいるだろうしいやいやまあそんなこともないですけどね <laughs> あの何、まあ、て言いますかね、まあ、今ちょっとふと思ったのはねこのフリージャー皆さんこうやって植えてあのいろんな活動されてて、まあ、自宅のベランダとかね学校に植えたりその公園に植えたりとかそういうことあるかもしれませんけど。 今やっぱり私はもともと新聞の仕事しててあのやっぱりあの原発事故っていうのは相当気になってるんですよね。でどうもあの福島ねあの周辺っていうのは相当厳しいことになってるなというまあイメージは持ってるんですいろんな数数字字が発表されてその発表表さされれてた数字が どこまで正しいのかねこれもよく分からないしいろんなものを集めてみるとね相当落差があるということで本当の姿は知ることできないんですけどもまあいずれにしても解決するのに早くて10年って言われてますよね廃炉になるのに。で長いと100年っていうこれは海外の科学者が「サイエンス」っていう雑誌で言ってますけどネイチャーが。 そうすると、まあ、いずれにしてもなかなか入そこへねその人が入り込むことは難しい土地になるんだろうなというイメージは持つんでまあフリージャーがねちょっと寒いさっきも出ましたけど寒すぎるんですかねあそういうところにちょっと植えてみて育ってくれればねいいなというような場にならないかなと思ったりこのフリージャーのね花をね ちょっとそこら辺に野球慎吾さんがね、うん、この度の震災の時にすぐにみんなで何ができるかなって呼びかけてくださった時にあ球、の、根、ー、を持っていってそこに植えたいみたいな声が上がっていって、うん、それで被災者の方にその芽が出る姿花が咲く姿っていう。そうそ あのことが私たちダブルファンタジーとしてやれたらいいねみたいな声も上がったんですけれどちょっと気候がねさっき温度が寒いということで、ね、それがねになるしてもそれがまあどっかに植えてね花壇を作って植えて芽が出てきたらあこんな震災に耐えてねあの綺麗な花が咲いていくっていうことはやっぱりそれは励みになりますね夢というかねなりま大震災の時にね。 やっぱりれの中であ,あの水が出ないガスが出ない、うん、電気は当日つきましたけど水が出ないガスが出ないっていうのが何ヶ月も続いて<ー>その時もやっぱりあの友達が花束を持ってきてくれた時に<ー>その日常の生活今までやってて、うん、当たり前にやってた日常の生活が初めてその時こう。 あふっっと我に返ったんですがれきの山の中で水もない日常のライフラインが止まってる中で、うん、花,花の香りカサブランコの花束の香りを描いた時に忘れてた、うん、ふっと日常を、うん、呼び起こしてくれた、うん、多分それは被災地の方じゃないとない多分感性、うんうん、ですので。うん テレビの映像から見てる感性ととはまた違うと思う思んですけど、うんうん、だから八木慎吾さんがおっしゃってるのは今年その3,000級のフローリアンをみんなの各家庭で育てて、うん、で球根がまたそこから子供が3級ぐらいはくっついて増えますので,です、ね、どん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 みんなで増やしてで来年の春に被災地へ。球根、ね、を送るっていうのはいい話ですよね。 何かみんなであのこうねっ、うん、このダブルファンタジーというか、うん、このみんなができることを小さな一歩でもまあ鼻でねお腹がは膨れないと言われたらそれまでだけど、うん、そういうもんでもないですよね皆さん話聞いてるとねされる。うん まあ,なんかあとフリージアという種にこだわっているわけではなくてあのフリージアっていうのはあくまでもシンボルであってまあそれが元気を呼び起こしてくれるものであったり夢を呼び起こしてくれるものであったりということなので慎吾さんの頭の中ではフリージアにこだわっているわけではなくてまあ花だったら 何でもいい花というもの自体が元気を呼び起こしてくれるものだということであの東北地方にもし送るんであれば違う種類の休校のほうがいいかなっていうようなこともちょっと考えてるみたいです。それはそういうふうにしてね元気を変に考えてね、うん、フリージャーの会としてそういうものを送るっていうことにすればいいわけですからね。 すっごいいろんな種類の花があるじゃないですか。うん、その中でこうね、これだったら喜んでもらえるだろうかとか、ね、いろんな花がいろんな花が咲いてる方がまた目にね,ね、うん、楽しみを覚えるかもしれないし。ですね、フリーちゃんに応えることも、うん、まあそういう時はないわけで。うんでうん、私は。 てっきりこうダブルファンタジーだみたいな感じなのかなと一瞬思った時もあったんですけどそういうコメントいただくとあやっぱりこう花が好きなんだ自然が好きなんだそこから何かできることをっていう活動されてるんだなぁです、ねまあ花が咲く環境であればね、うん、人間もちゃんと生きていけるしそれがあればな夢も叶っていくか、うん、まあね環境なんだっていうことのシンボルでしょ花が咲くとりあえずね。 やっぱり冬寒かったりで夏暑かったりで乾燥してる時水やらないといけないとかそういう過酷ないろんな自然の環境の中で耐えたものがっていいんだからすすごいなと思いますよね、うん、うんあと私が思うのはこうやって皆さんね活動されてる皆さんってすごいバイタリティあるじゃないですか。で一世代下がった私たちぐらいの世代はされてる方っていらっしゃるんですか そういうダブルファンタジーとして。若い方。若い人二十代。二十代のあまり。三十代。三十代の子育ての方はたくさんいらっしゃいます。何かそう。ね、世代を超えたこう、なだろう仲間になったら、もっと広がりがあって。いいかななんて思って。すねまあ、この番組をね、若い、若い人たちが何を考えているのかなっていうのは、まあ、うん。 若者の声がねななななかなか社会に届いてないなといてとう、まあ、大学生も含めてね思ってこういうことをやってたんですけどやっぱりなかなか本当に若者が考えてることがね世の中に届かないっていうかこうそがあったりで就活してる学生もたくさんいてね今年なんかかなり就職うまくいってないんだけどやっぱりねなんかいろいろ言われてますよね元気がないとかおとなしいとかねえ言われてるんだけどその本当 の気持ちを聞いていてくとね全然そんなことなくて元気もあったり、はい、おとなしくもないし、はい、いろんなことをね思いを社会に対して持ってるんだけどそれが届かないんですよ大人の社会に、うんうん、それで黙っっちゃってるというね、うん、それはもうよく、うん、まあ、私も感じてるんでこの辺にすごい断絶ねコミュニケーションの断絶があるなあという,うそれは思いますね。なんかうちのの娘もあの <laughs> 同じぐらいの年齢ですけれど、うん、あの政治にものすごく関心があるんですよね。うん、結構あるんですよ。ないよう、ううに見え出て,て。だから私たちの若い時よりも今の子供たちの方が政治に詳しくて関心があって、うん、自由にあの表現しますね,すね。ところが投票はいかないと。<っ>なぜか知らないけど。 言ってる人もいるけど、けどその全体的で見ると少ないから。だから、バカらしい,ってい、うん。で、やっぱりこう、熱い人もいるし、そうじゃない人もいる。割合が、たまたま、その、うん、なんだろう、漏れちゃうというか、れうね、隠れちゃうというか。うん、変わらないと思っちゃうんですよ。自分、うん、たちが何をしようとね、選挙に行こうとね、もう世の中は変わらないと思ってるみたいです。うん、<laughs> ちょっと動いたからって、変わらないし。うん、確かにね、それはあると思うんだけど、だから、もう、なんか、こう。 ね、糸口があればやっぱりそこからずっとで流れ出てくる、うん、でまあ今ちょっとやっぱり震災とか原発の問題でねここまで黙ってると本当自分たちのね清掃も早くなるぞっていうふうなことになるとやっぱり少し動こうとし始めてるような気もしますけどね、うんうん、被災者の方を見るとやっぱりこうボランティアに行こうとか,ううとか、ね、やっぱりそう言ってね募金集めて集めたりね <laughs> されていいいるる学生もいっぱいいるしうん、うん、そういうところにこうスポットが当たらないっていうかいう、ね、当たらなくてもするのは当然だけど、うん、そこを誰かが認めてすごいことやってるねって言われるとまたそれが輪を広げるのかもしれないですね。すねせっかく募金してもね、うん、日赤に募金するとまだ配ってないとかね、うん、どうなってんだって思いますよね、うん、政府がちょっと。 俺がやるとかね、うん、本当にわけわかんなくなっちゃう、うんです。信用できないですよね。信頼できないというか。そういう辺がやっぱりね、日本の仕組みが傷んでるんで、うん、やっぱ信頼性っていうのをどう作るかっていうのはやっぱこういう花を植えたりね、うん、ファンタジーをこうね、若者にも、うん、まあ見させてもらう、ね、そう若者の夢を作っていかなきゃいけないのかなと思ったりしますけどね。うんうん 大人の責任として、うん、先ほどチ鶴ーさんがね小学校にこう球根をあげたとか渡したとかいう話で小学生たちは夢をもらえたっていう,こう純粋な気持ちで言えるかもしれないですけど大学生給婚もらってわっっていう人ってどれぐらいいるんだろうそうなんですよ多分ね、うん、そこが小学生だったらいいんですよね。うん、でもうううちょっっとと大人にになななるそいいふはてかない でも花を嫌いな人はいないと私は思うんですけどね、うんうん、誕生日に両手いっぱいのんだろう花束がもらえたらどんなに嬉しいだろうと思うんですけどす、うん、ーさんから先ほど頂いただいが、まあね、とっても嬉しかったです、うん、<laughs> ありがとうございました、ね、花束ってやっぱりこう人を喜ばせるというかプロポーズにも使いますもんね,ね、うん、ヤリアさんはどうですか、うん、そうでですすかそね。 花束ももらいたいし花ってやっぱり裏切らないいんですよねというのはあの自分がまあ私もこの度ちょっと自分のことでまあ気持ちが塞い塞ぎ込んで、まあ、冬眠状態みたいになってたんだけどやっぱり植えてる庭を見てたら、うん、あのどん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 芽吹いてきてるんですよ。うん、別にもう植えっっしで掘ってて もう冬の枯れた庭になってたのにいつの間にかこう芽が出てでどん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 大きくなって花が咲いてくれてでそれを見てたらなんかワクワクしてくるんですね、うん、もうふさいぎ込んでる自分があもう元気を出さないとダメだとかだからやっぱり花には助けられてるな、うん、だからやっぱり裏切らないんだと思うんです、うん。期待はしててなくても 元気をくれる、うん、そういう存在かなと思ってだからみんなにまあ,ひさあの今地震でね大変な思いをされてる方にも、うん、こういう花を見てもらいたいなとかちょっと目にするだけで元気が出るかなとか、うん、そうですね確かに心がすさんでても少しで治るってことはありますもんね。うん そんな空間がやっぱこれからもっともっとこうなんだろう輪を広げてね春いい春だし、うん、若葉も新緑もいい頃だし<う>何かこうよりそういうことが大事な時代じゃないかなと思いますけどね、うんうん、そうですね、うん、私の庭庭をしている方の庭なんですけどあのリンゴの花が咲き始めてあ<ー>で 着火ってて言いましてこう花粉をつけけるんですけどね花粉症の人にはちょっと大変かなとか思いながら <laughs> 私はそうではないので花粉つけをしてあこうやって手をかけてあげると実になって実がいっぱいになりすぎると栄養が取られるから着火って言って実を落とすんですけどそれをして手かかるけど。<laughs> うん、でっか、でっか、そして、こう見落として、<laughs> で、そこから肥料をあげてとか。で、袋がけしてとかしたら、本当においしいリンゴができたり、梨ができたり。この家のリンゴは食べられるんです、ね。食べられるんです。<ー>もう売ってるの、の。なんだろう、比べ物になれないわって、自負、自負してしまうんですね。えー、いつ頃になるんですか。まあ、ええー、と、リンゴは10月からです、ね。十月か。うん、まだ先なんです。でも、この長い時間をかければかけるほど、愛情が湧いて。うもう一個食べるのが。 なんか愛おしいというかうそれは元谷家のリンゴ1個食べてみたいですねそうですね機会があったら持ってきます <laughs> 皆さんにもお渡ししたいぐらいです本番の方に本番の方,の方 <laughs> さあどちらが美味しいかとか、ね、<laughs> やっぱそうやって愛情かける多分植物だけじゃなくて人にもそうだしこの番組にもそうだし何かすることに対して1個1個愛情をかけてで 時間かかけてもいいからそうやってこう一個一個丁寧にしていくっていうのがこれからなんか花を咲かせるにあたって何か授業でもこう花を咲かせるにあたって必要なことなのかなっていうのを私たち若者はまだ気づけてないというか早く花が咲いてほしいとか思うし早く実になってほしいと思うからそういうんだろうスパンを見ようとしないだけどこのフリージャっていうことを通して時間がかかるんだよ冬を越さないと。 そううやっってててが出ないいんだよっていうことを教ええもらえる私はそうやって花から教えてもらえたので今は我慢の時だとか就職活動すっごいこう打たれて打たれて芽が出ないなと思ってても今は耐える時期だと思ったらいつか花,花が出る芽が出る時期が来るだろうと思って諦めずに長い時間かかったんですけど、うん、そうしてると気持ちが楽かななんて思ったんですけど、うん、そうですね。うん、花花っってきっと必ず花が 咲いたりね実がなったりするもんだっていうね、うん、そうすね、うん、そろそろお別れの時間になるんですけれどもチャリダーさんから一人皆さんに一言ずつこう夢のある言葉もしくはこういう言葉を大切にしてるみたいな言葉ありましたら。あそうですね別に言葉とか具体的なもんじゃないんですけど、うん、まあ楽しみながら生きていくってことですね。 あのー、辛いこともいろいろあると思うんですけど震災に遭われた方なんかもでもやっぱり楽しいことってその中にもあると思うんですよね人それぞれで僕はやっぱり人生楽しみたいいなと思ってまますす、うん、ありがとうございます、はい、それではダリアさんそうですね私も今できることを今頑張ってやって人生楽しんでいきたいですよね。花もたたくさん育てたいし いろんな人ともっともっとつながっていたいし。まあ、このつながりを大切に、これからも。どん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 進んでいきたいですね。はい、ありがとうございます。では、みにさん。はい。あの。この空間を通じて。あの。さっき言われたように。人は裏切らない。だから、自分も。そのようにしていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。では、はなさん。 はい、私もあのここで知り合った多くのあの仲間たちと花を通していろいろ話し合ったり慰め合ったりそんなことをしていけたらいいなって思っています。ありがとうございます。ではリンダさん。えっとちょっと先ほど元谷さんがあの若い方たちがえっ、ー、とこれから花を 頑張っていれば花を咲かせられるっていうお話に聞いて思ったんですけれども、あのスマップの歌にあったように、みんな花はそれぞれ違う、みんな花は違っていい、人と同じ花を咲かせる必要はない、それぞれの花があるはずだということを若い方にあの分かってもらいたいなっていうのがあります。ありがとうございます。ではスーさんお願いします。花を育てる,るとあの枯らしたり。 目が出なかったりいろんなことがあってあのなかなかなんですけれども、えー、今,今できることを今,今のつながりをということだけも考えるような年になりましたので、えー、っと来年5年50年後とかっていうのはあまりあの計画立てずに今大切にしたいことを今大切にしよう一期一会を大切にしようっていうので今日。 元谷さんにお会いできましたのでこれからもあのその時その時を楽しみたいなと思いますありがとうございますでは皆さん遠いところ京都ようこそありがとうございましたそれでは今日の収録はこの辺にしようと思いますどうもありがとうございました